いいなおは、江戸時代末期の大名で、大海彦根藩第十六代の藩主。明治維新後に家族となった。安政の大国で有名な大老、いいなおすの次男。母は、側室の西村氏、佐藤は。陽名は相魔郎。豪波と貢献。最初の妻は、有栖川の宮高人親王の王女、ノリコ女王。二番目の妻は、鍋島直樹の娘。子は、 いいなおただ。孫に、昭和28年から36年間にわたって、彦根市長を務めた、いいなおよしがいる。父、なおすけが、実刑、なおあきの生死だった時代に生まれる。実質的な長男であったが、側室の子でもあり、なおすけの生前に着手としての届けで話されて、いなかった。安政7年3月3日の桜田門外の変で、なおすけが暗殺された後、 彦根藩は、幕閣の政治的配慮により取り潰しを免れ、蔓延元年4月28日に13歳で家督を、相続した。大老として、辣腕を振るった父とは、対照的に地味な性格だった。同年8月26日、14日下にジョイ。左小野江検証省,省に任官し、家紋頭を兼任する。文久2年11月20日。 松平春学らによる、幕政改革において、父、直助の戦を、圧政を求断され、25万国へ厳闘された。これに先立ち、家老、岡本半助の信言を受け入れて、父の復信であった、長野主前と、宇津敬福服を処刑しているが、処分は緩和されず、不大筆頭でありながら、幕府との関係は険悪化する。 それでも天中組が拒兵した時は幕名により、出兵し、鎮圧に貢献した。源氏元年4月18日、左小野江県中将に転任。家門当の元、池田屋事件や、金門の変での功により、同年8月22日、給料のうち3万国を回復する。慶応2年、第二次長州政党では、高田藩平と共に、彦根藩平が、 芸州口の先方となったが、大村松次郎の訓練を受けた長州藩初代の三平戦術に旧式の装備、先方で臨んだため、大敗を喫する。以後、藩内では、谷哲臣や大東義哲ら勤農派が台頭し、徳川義信に近い岡本藩助の影響力が低下する。E ・ナオノ発塚慶応四年、戊辰戦争では、前哨戦となるとば、 不見の戦いで、谷哲夫未来の藩兵が最初から新政府軍に属して、当時や大津を固めた。その後、東山道沈部総督に属し、近藤勇の捕獲に加わったが、小山の戦闘で、大鳥慶介らの旧幕府軍に撃破される。彦根藩兵は、その後、白川口から合図に転戦する。明治2年6月、母親選考により、小天六二万国を付与された。 谷屋大東、西村捨ーラ下級武士出身者主導の反省改革を承認し、人材投与を推進する。同年7月8日、彦根藩知事となる。明治4年、アメリカ及びイギリスに留学する。随院に、専修大学の創設者となった、相馬長種がいる。ちなみに、中央大学の創設者である、増島六一郎も彦根藩の出身である。 同年7月14日、廃藩により、知事を免ぜられる。明治17年7月7日、家族礼により、白爵に劣せられた。ありがとうございます。